ほいどもれです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS バカラ&ダイさんと田中さんの方を周回していこうと思います。まあ始まりましたね、やっていきましょうということで、まあ前回紹介した編成をちょっと使いつつやっていこうかなということで、まあ周回できるのかどうかってところで、まあできない場合はね、まあちょっと編成を見つつやっていこうかなと思っているので、まあそのね変えたりとかすると思いますので、とりあえずね今、の編成でどうかっていう形にはなってます。まあなので攻略できない可能性もありますという感じですね。で確実に道中でこのレイズマックスは、踏んでいかないといけないので気をつけてください。いきましょう。で確か多分来月からですよね、多分あの感じですと、そのバージョン 13.2 だったっけになればトレジャーマップの仕様が変わるだのなんだのっていうね、のがありますので、まあ非常に楽しみではあるんですよね。うん、まあなんかカードスゴロクみたいな感じになっているのかなっていう形なので、まあ、ちょっと気になるところではあるんですけど、まあ、とりあえずまだ今月までは普通のトレジャーマップといった形ですね。まあ、ということでレイズ&マックスいきましょう。編成こんな感じですね、前回紹介した通りになってます。でいきましょうか。うん、でロジャーを使っていきます。さあうまくいくのかっていうところなんですけど、前回はね確かうまくいかなくて、その火力がね、ダメージ量が足りなかったみたいなのがあったと思うんですけど、今回はいけるかどうかってところで、さあ短縮されます。はい、ではい、飛ばす、デンジロを飛ばして、でルフィでも飛ばしてっていう感じですかね。はい、これで飛ばしていく。あーっとそうなるんだ。あーミスった。じゃあ逆か、これ逆だったらいけんのかな。あ、逆でもダメか。うわー、そっか、ルフィダメか。飛ばせると考えていたんですけど、ちょっと火力足りないみたいですね。まあなんで別にここルフィじゃなくてもいいような気はしますので、そうですね、別にルフィじゃなくてもいいので、ここね必殺短縮が溜まりそうなので、ここルフィじゃなくてもいいので、まあ違うキャラ入れて。いや硬えな。え、こんな硬いことある？いつもこれ、いつもこんな硬くないよね。ちょっと変わった仕様ね。え、前回までだったら普通にあのルフィのね攻撃でいけてたはずなんですけど、あんな硬いはずないんですけどね。固定ダメージ必要になったんですかね。まあということで、まあそれはさておき、ここで、はい、ロジャー使う。あー飛ばせるね、ロジャー1体で飛ばせるのね。なんだ、じゃあロジャーでいけそうですね。ここはロジャーでも全然問題ないですね。うん、まあという形でやっていこうかなと。まあちょっとルフィのところを変えて固定ダメージ与えられるキャラを入れた方がいいかもしれないですね。まあなんで固定ダメージのキャラ入れてみましょう。うん、必殺短縮に関しましてはどうにかなるかなという感じですかね。全然短縮はされていたので大丈夫かなと。でここで OK、 まあレイズマックスは大丈夫そうですね。まあそんな心配しなかったんですけど、さあ続きましてこれ、あーいやポイント稼ぐか、せっかくですしポイント稼いでテゾーロを倒していきましょう。さあまずスパンダムいきますか。スパンダムこんな感じですね。うん、さあまあ船長はこの大看板でいいですかね。はい、まあということでいきます。まあ結構周回難しいですよね最近ね。本当に難しいと思う。なんでこれ固定じゃないと結構きついような気がしますね。じゃあもし仕様が変わっているのであれば、いつもなら飛ばせるはずなんですけどね。あれでも飛ばないということで、一応固定のブルックとかゾロとかね入れていたので、他のところは多分大丈夫だと思うんですけど、固定じゃないとダメってなるとまたねちょっと編成が難しくなるんじゃないかなっていうところで、
さあここで船長効果向こう来るんですけど、3ターンは能力解放、もう1ターンはこのキャラで解除していますと。で勘十郎を使っていただいて、勘十郎で属性相性強化とかを上げていくという感じですかね。うん、あれ遅延、特定の状態状況、これあ遅延だけ、遅延だけあれか、状態上無効か、これ遅延以外状態上無効じゃなくて遅延だけ状態上無効なんだ。うん、ならここね力スロットであれば防御ダウン中に当たるダメージ 1.75 倍にもなるので、その方がいいのかな。まあ、ということで、あとは大丈夫そうですね。火力は全然問題なくいけるかなと思いますので、まあ、こんな感じでやっていきましょう。まあ、なので、まあ、力スロット変換とかできる、まあ、次スロット変換できるようなキャラとか入れておくのも、まあ、ありかなっていう感じですかね。まあ、一応、あそこのカイドウのところに違うね、あのカイドウを入れて、まあ、次スロット変換できるようなカイドウを入れておけば、なおいいかもしれないですね。さあ、続いてカリーナですね。転生は、前回と同じ感じなんですけど、まあここもそんな心配はしないですかね。別に変なところはないと思いますので、まあ、大丈夫かなっていう感じですかね。さあ第1バトルゾロで飛ばす、いやそうなんで、ね、ここまでは正直そんなにね心配はしない。ここまでは次からねルッチとテゾールがちょっと心配なんですよね。ちゃんとできるのか心配で怖いところではあるんですけど、さあということで、カリーナ来ます。まあスロット変換されます。まずテゾーロ使っていただきまして、次スロット変換、あであれですね、全タイプがいないとこの超過使えないんですけど、ちゃんと全タイプいましたね。前回大丈夫かなと思っていたんですけど、まあこんな感じでやって、歌で防御力ダウンさせて、でもう一回使ってボールダウン中に当たるダメージも上昇させ、クイーンの方で、ダメージ軽減を解除していきますという感じですね。まあ、あとは大丈夫そうですね。タップで、削っていきましょう。虹バリアなので虹で破壊していただければ全然火力は出てくれるかなと。うん、まあでも今見た感じちょっと火力上げる攻撃上昇とかスロット影響とかそこら辺がかかって今いなかったので、まあ、サポートをつけるのであれば、まあ、テゾロのところにドフラミンゴを入れたりだとかすればスロット影響上げれますし、まあ、あとは四季、力属性四季とか入れれば攻撃上昇 1.3 倍ですけど上げることもできますので、まあ、そういうキャラ入れるのもありかなと。で、ここ問題。ここ問題よ。ここダメだったら結構ね、前回のもう一個の編成とかも結構厳しいような気がするんですけど、まあ、とりあえず歌ね、歌使わせていただきまして、これ、超過発動されなかったら終わりです。だいぶ、あやばい、充電がだいぶ終わります。頼むよ超過、吹き飛ばし前に超過発動してくれたら嬉しいですけど、大丈夫、吹き飛ばし来るもんね。あーよかった、超過は発動できる。よかったよかった。まあ、ということで、まあ、ここは、正直まあ大丈夫だとは思っているんですよ。まあ、火力足りるよね。多分いけますよね。そんな強くないでしょ。そんな、いや、危ない。結構ギリ。結構ギリですね。マジか。ちょっとギリなんかい。ギリってなるとちょっと厳しいですね、今。あれが体力今後変わらないのであれば大丈夫ですけど、変わるのであればちょっと怖いですね。さあここで歌発動して必殺封じとかを解除していきましょう。まあなので一番いいのは自分で歌持っているのであれば歌にして、フレンド船長をレイディアンドギャバンにすれば第1バトルで歌使っていただければ火力的には問題ないというところにはなっていますかね。さああとはタップでいけるかな、これは。まあ、攻撃上昇上げてますし、ある程度火力、あ、やばいやばい、ある程度火力は出ると思いますので、まあ、こんな感じで倒していきましょう。これ、あれ、もしかしてこれ、吹き飛ばし解除されるか？あ、ここで解除されるのね。なるほど。あ、ここで解除されるなら、なんかどうにかなりそうですね。
さあ、まあ入れ替えきますけど、まあ誰がなってもある程度火力出るようになってたよね確かね。フランキーの方で一応属性相性強化上げつつダメージ軽減剥がして、ベッポーで一定以上ダメージ軽減剥がして、であとはそうですね、レイリアントギャバン入れ替えしつつ必殺技使えば大丈夫ですし、でまあねこんな感じでやっていただければある程度ジスロットにもなってくれるかなと思いますので。なるほどね。いやまあちょっといろいろあれですね、思ってたんと違ったってところもあるので、うん、まあなんか変えれる余地はありそうですね。これはちょっと思ってたのと違ったっていうのはあるんですけど、どうにかなりそうな感じはありましたね。うん、そうですね、あれですね、吹き飛ばしが3ターンだったので第3、あのボス戦にはもう下段2体動けない状態になってるのかなと思ったんですけど、ちょっと一旦これ未崩壊一旦解除しますね。うん、いや一旦ミホーク連れてってみる、ミホーク一旦ミホーク連れてってみる、ちょっと待って、ね、一旦連れてってみるか、一旦一応連れてくわ。でミホークいれば確実に勝てるのよね。でちょっと待てよ、どっかにいるかな、あいた、ナミ&カリーナ、これナミの状態かな、ナミの状態で行って入れ替え使って、そうね、ナミの状態で行って、ですね、そうね、うまいこと体力が回復するのであれば必要ないんですけど、回復しないのであればやはり必要にはなってきちゃうんですよね。さあということでいくんですけど、まあ、これ入れ替え一旦使っといて、で、あ、歌短縮されてないですね。あ、されると思っていたんですけど2ターン分足りない。まあ足りないならまあ次のターンでもいいか。さあということで倒します。やっぱ硬いよねこれ、明らかにここ確実に防御力アップしてるよね明らかに硬いもんね、これは防御力アップしてきてますね。こちらのねキャラ、亀たちの耐久力がめちゃめちゃ上がってる。さあということで、まあここ90だ、あでも6000残るならなんかいけそうじゃね、ならいけそうじゃねって。さあまず歌使います。で待てよ、ナミの必殺じゃなくてカリーナの必殺だからまず入れ替え使ってジスロットにして、必殺技使ってはい解除します。で、あそうね、でこれも入れ替え使ってニクスロット変換させて、必殺使って体力2万回復ですかね。うん、で一応この白ヘギ&マルコレベル上限とかマックスまで上がっているのであればそんな心配はいらないんですよ。3万回復するので軽減がなくても一応耐えれるっちゃ耐えれるんですよね。まあということで、あとはまあタップで削っていこうかなとは思うんですけど、そうね、いやいけるよね、ガープの回復でどうにかなるよね。能力解放大丈夫、能力解放マックスまで上がってるちゃんと、あっちょっと待ってよ、これか、あマックスじゃない、マジか、500か、いける、3000回復するこいつ、この一体で3000回復怖いな。いやいける、いけます。はい、あ待てよ、あやばいやばい、回復しなさい、回復、いや耐えてくれるでしょ、大丈夫だよね。いやいやおい200足りねえぞ、大丈夫かこれ頼むよ、危ない、軽減ついてたからよかった。まあということで、まあギリいけそうですね。今例えば肉が来てなかったとしてもどうにかなりそうな感じはありましたね、とりあえずね。
でまあガープで解除して、でまあこちらヤマトで解除して、1体解除してのこれで一応ジスロット変換なり属性相性強化も上がるので、お邪魔スロットの2体を使いつつ最後3体で倒すって形ですね。行きましょう。これで破壊してあげて、固定も 3.25 なんでだいぶ火力は出てくれるかなと思いますので、まあこんな感じでやっていただければある程度ポイントも稼げますし、どうにかはなりそうな、まあ、感じではありますかね。うん、まあとりあえずある程度そのナミアンドカリーナがいる時はこの編成で多少はいけるかなっていうことで、まあ、やっていこうかなとは思ってますかね。はい、まあということでとりあえずどうにかね、あの全部攻略はどうにかいけましたので、まあこんな感じで、一応編成的には問題ないかなと。ミホークも必要なかったですね、とりあえず。うん、体力も大丈夫そうなんで、でまあ一応あの能力解放のその回復、ターン終了時の回復レベル5まで上げていれば全然足りると思いますので、まあ大丈夫だったかなっていう感じですね。うん、なんでここは大丈夫で、ルッチ編がここね、ここが思ったよりうまくいってなかったっていうのがまああるんですけど、そうですね、下段吹き飛ばしくるけど下段で最後必殺打てるということで、まあこんな感じでやっても全然大丈夫ってところですよね。はい、ということで少し考えてみた結果なんですけど、こんな感じですかね。まあ行くのであればこれが一番ベストかなって思った編成なんですけど、まあ第一バトルの方でサニーくん使ってあげて必殺短縮してあげますと、で歌の必殺を使っていただいて、恋上昇とか上げていく、そうすればあそこで火力が足りないみたいなことはなくなるかなというところで倒します。で第2バトル戦場交換無効、そして必殺封じは、歌の方で解除されますので大丈夫ですよと、で攻撃弾もレイリアンドギャバで解除されますので大丈夫なので、まあそれで大丈夫ですという感じですかね。うん、まあレイリアンドギャバの入れ替え使っちゃっても問題ないです、ここで第2バトルでね。で第3バトルで戦場入れ替え来ると思うんですけど、歌の超過使ってあげれば解除することができますので解除してあげて、でフランキーでダメージ軽減、そしてルフィで、一定以上ダメージ軽減を剥がす、で残り2ターンこちらヒョウゴロの方で解除できますので、まあ、これで解除する、あのメダル交換所で解除交換できたと思うので、まあ、それを使っていただければ大丈夫かなと。であとはゴードの必殺使っていただければ固定 2.75 倍に固定できますので、これで固定してあげればある程度火力も出て、でレイリアン&ギャバンの必殺使えばスロット影響も上げれますので、まあ、これでスロット影響も上げつつっていう形でやっていただければまあ大丈夫かなと、うん、いう感じですね。まあ、サポート使うのでだいぶあれなんですけど、まあ、もしサポート使いたくないのであれば、まあ、そうですね。うん。まあ、サニー君のところ、ルフィの、そうですね。普通の、超進化前のルフィ、心ルフィとかを入れてあげると、まあ、いいかなっていう感じですかね。うん、他は大丈夫そうかな。っていう形でやってあげれば、まあある程度どうにかなるかなっていう感じですかね。であとは特には大丈夫そうでしたよね、見た感じ。あでここね、あのルフィのところ、まあ、違うギャラにした方がいいですよっていう、まあ固定ですね、固定攻撃が必要だなっていうのは分かりましたね。なんだ飛ばすの固定必要じゃんってなったんですけど、固定なら、うわでも固定のキャラいないぜ、固定のキャラもういないよ。まあこれで防御力を無視してダメージ与える系、まあゾロとか、まあゾロ必殺発動できるか分かんないですけど、ゾロとかで必殺打ってあげればどうにかなるんじゃないかなと思いますので、道中飛ばししたいのであればゾロとか、まあ固定ダメージ系のキャラを入れてあげるとまあ大丈夫かなっていう形で、まあ編成的にはこんな感じでやっていただければ、まあとりあえずは大丈夫かなと思いますので、ぜひとも皆さんもね、周回、参考にしようと思っていた方は、ぜひとも参考にしてみてください。まあ、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。